この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。参議院選挙から一夜、安倍総理は選挙後初めて顔を合わせた公明党の山口代表と固い握手、勝利の余韻をかみしめました。そして安倍ネミクスを一層加速せよと国民の皆様から力強い信任をいただいたことに、そこから御礼を申し上げます。勝利の余韻に浸っている意図はありません。直ちに明日、石原大臣に対して経済対策の準備に入るよう指示いたします。安倍総理はアベノミクス再始動に向け、明日経済対策の策定を指示すると明言しました。景気の低迷が続く地方の成長につなげるため、東京大阪間のリニア中央新幹線の全線開業を最大8年前倒しすることや、農産物の輸出のための施設を整備することなどを打ち出しました。キーワードは未来への投資であります。未来の成長につながる分野、すなわち未来の成長の種に大胆に投資します。経済対策補正予算についてはどの程度の規模を想定されてますでしょうか。内需を下支えをしていく、総合的かつ大胆な経済対策を実施する考えであります。具体的な規模感についてはですね、これから検討したい。今回の参院選で与党と大阪維新の会などを合わせた改憲勢力は参議院の議席の3分の2以上に。安倍総理は今日の会見で国会の憲法審査会で議論していくとも。すげえ密度が上がってます。あんまり良くない状況だったら密度がすごいスカスカになったり、大変残念ではあります。潤むものはすいません、ありません。喉はちょっと乾いてますけど、はい、だってここにいらっしゃるの、いますいます、連れてきちゃったね。本当に実はついさっき葬儀を済ませて、私亡くなった、この間までラジオ出てたんですね。最後の様子については、前の日もとても元気で、なのでまたラジオの場にっていうのはなかなか難しいとは思ってたんですけど、それでもすごく希望の持てる形で過ごしていたんですが、本当にふっと力が抜けたみたいに息がだんだん強くなっていって、熱が止まってっていう形だったので、苦しむことはなく、本当にじゃあねっていう感じの最後でした。60年来の友人だった黒柳徹子さんが亡くなる数日前に病床を見舞ったといいます。その時はね、死ぬ間際ですけど、私 A さんって言うと頭の顔見てね、うわーってすごく笑って見たんです。で、近ほどお見舞いに来て元気だなと思っていたんです。それで亡くなってから行きました、ね。はい、そしたら非常に綺麗な顔の清潔な顔で寝てたんで、ちょっと本当に死んでるのかなと思ってね、本当に死んでますとお嬢さんに聞いたらね、死んでて思うっていうか、1970年代 A さんのラジオ番組からアナウンサーとして本格的に仕事を始めたという久米宏さんは、A 六助さんは僕の恩人で先生です。いなくなるととても困るのです。
ですから A さんはいなくならないのです。 A さんは1933年に東京浅草で生まれました。テレビ創成期から放送作家として活躍し、夢で会いました。一時代を築きました。また作詞家としても数多くのヒット作を生み出しました。1961年に坂本九さんが歌い大ヒットとなった上を向いて歩こう。この歌はアメリカでもすき焼きのタイトルで発売され、ビルボードチャートで3週連続全米1位という金字塔を打ち立てました。 A さんは以前この歌についてこう話していました。涙がこぼれないようにとにかく歩こうという状況が日本のいろんなあの環境の中で繰り返されてきたんじゃないかという気がするんです。日本人ってどっかで涙ぐみながらそれでも歯食いしばって進んできた50年だったんじゃないかなという気がしますね。こんにちは。